この番組は静岡市に住む外国人の方々のために優しい日本語で放送しています。柴田です。藤井です。まずは政務からのお知らせです。インフルエンザ。インフルエンザはインフルエンザウイルスが喉や気管支、肺で感染して増えることによって発症する病気です。インフルエンザは11月から12月頃に流行が始まり、1月から3月にピークを迎えます。主にインフルエンザに感染した患者さんの咳やくしゃみなどから感染します。インフルエンザは普通の風邪とは異なり、突然38度 C 以上の高熱が出ます。そして関節痛、筋肉痛、頭痛などの症状が強く現れるのが特徴です。このような症状が現れたらすぐに医療機関を受診して検査を受けてください。そしてもしもインフルエンザと診断されたら、他の人にうつさないためにも次のことを守りましょう。 1. 安静にして休養をとり、特に睡眠を十分にとる。 2. お茶やジュース、スポーツドリンクなど水分をたくさんとる。 3. 周りの人にうつらないようにマスクを着用する。 4. 人混みや繁華街への外出はしない。学校や職場にも無理に行かない。特に小さいお子さんやお年寄りのいるうちはインフルエンザにかからないように毎年ワクチンを接種しましょう。これからがピークを迎えます。手洗いやうがい、マスクを着用するなどして予防を心がけましょう。正社員で働きたい外国人のための就職マッチング。静岡県国際交流協会は、外国人を正社員として雇用したい企業と真面目に長く働きたい外国人の就職マッチングを始めました。在留カードに就労制限なしと書いてある人が対象です。仕事は工場のライン、ドライバー、倉庫、一般事務などたくさんあります。日本語は日常会話ができる人です。働きたい人は求職申込書を書いて静岡県国際交流協会へ出してください。審査を通った人は会社を紹介します。会社の面接の前に履歴書の書き方や面接の仕方、マナーなどの勉強をします。そして会社へ入ったら、試用期間の間にアドバイザーが日本語や仕事のわからないところを教えます。正社員になると派遣と違って働く期限がなくなり、毎年の昇給ボーナスもあります。そして会社が必ず社会保険に入り、退職金が出る会社もあるので生活が安定します。わからないことがある場合は、静岡県国際交流協会にお問い合わせください。電話番号 054-202-3411。 ホームページはこちらをご覧ください。節分祭。日本の伝統行事の一つに節分があります。節分という言葉は、季節を分けるという意味が含まれています。節分の儀式は2月3日に行われます。人々は福は内、鬼は外と叫びながら、家の中や外にいった豆、福豆をまきます。その年の健康を祈るため、年齢の数だけ豆を食べるという習慣もあります。この日は各地の寺や神社でも大掛かりな豆まき、節分祭が行われます。静岡市で2月3日の金曜日に節分祭が開催される寺社、静岡浅間神社、葵区
宮ヶ崎町15時30分ごろから約1万5000袋の福豆、お餅、お菓子がまかれます。久能山東照宮駿河区根小屋16時ごろから久能山山頂に特設ステージを設置し、福豆やお餅をまきます。静岡県護国神社葵区湯の木15時ごろから、毎年約2000人のお客さんが節分祭を見に来ます。拝殿前に作られた台の上から福豆のほかにみかんやお菓子、落花生などがまかれます。1年に1回しか見ることのできない日本の伝統的な行事です。ぜひ体験してみてください。南海トラフ巨大地震に備えて、今週のワンポイントアドバイス、家族で話し合おう。大地震はいつ起きるか分かりません。また大地震は家族全員が揃っている時に起きるとは限りません。大地震が起きた時、家族の安否を確認できること、家族全員が無事に会えるようにすることが重要です。地震が起きる前に家族で話し合ったり準備をしておくと安心です。また家族で話し合って決めたことを記入し、財布などに入れて常時携帯しましょう。小さな子どもやお年寄りを守る人を決めてください。非常持ち出し品、逃げるときに持つものを準備してください。消火器の置いてある場所を確認してください。消火器の使い方も確認してください。怪我の手当ての仕方を覚えてください。地震が起きたときに家族が一緒にいるか分かりません。どうやって連絡を取るか決めてください。災害用伝言ダイヤル171、携帯 PHS 版災害用伝言版サービスの使い方を覚えてください。避難場所、逃げるところがどこにあるか調べてください。また昼と夜、避難場所まで家族で歩いて行き方を確認してください。災害発生時は被災地と離れた場所の方が電話がつながりやすくなります。あらかじめ遠方の親戚や友人などを連絡先に決めておいてください。また電話番号を登録し、相手にあらかじめ伝えておきましょう。またパスポート番号、免許証番号、クレジット番号、銀行口座番号、生命保険、損害保険、自動車保険の証券番号と保険会社の連絡先など、大切な情報をまとめておくと安心です。以上、セイムからのお知らせでした。